さっきのサボテンなんか応答していけへん。流れが入ってないな。ここは精霊の力を借りて安全に渡ろう。ずっと吹雪いてもえげつない天気やったからな。晴れてるってだけでこんなに気持ちも明るくなるんだね。ラムコも嬉しそうやな。全て片付いたようだ。はあ、ほんますんごい数の魔物やったな。これひっどい牧場やな。この牧場、ミルパ様って方が一人で？ああ、そのはずだ。へえ、それはすごいな。ミルパって人。ミルパ様にお会いできてよかった。ピックルがいれば港町まで楽に行けるだろう。この子ら早いな。乗ってこっちも隠れたやし。よし、大草原を駆け抜けてラタへ向かおう。マナの木までの旅はこんなに楽しいなんて思わなかったな。ヒナと一緒に大草原をかけてずっとこうして旅を続けられたらいいのに。何度も通ってきた大草原のはずなんだが、なぜだろう、いつもと違った景色に感じられる。少しは前向きになれた。あっち、シカオルで跳ねとる。さっきもらったベル、なんなん。鳴らしただけでピックルたちが来てくれるんか。音に敏感な習性を生かして。あの遠くに見えんの海かな。日の光でキラキラしてるのが見えるね。はいよ、近くで見。巫女のお役目や心構えについてもう少し学んでおけばよかった。巫女は規則正しい生活が大事だよって村で教わったよ。夜は早く寝て朝ちゃんと起きることって。うん、それならば普段から心がけている。安心した。もうドリアは真面目やな。この距離、ピックルがいなかったら大変だったね。本当、歩いていたら大変だったろうな。歩きとか考え。カリナ、さっき人にぶつかりそうになってたけど大丈夫かな。
あの様子だと大事には至ってなさそうだ。問題ないだろう。バル、私たちも町を見て回らないか。そうね。カリナは絶対に盗んだりしてない。町のどこかにきっと大臣の鍵があるはずだ。町の人たちにいろいろ尋ねてみよう。手がかりを見つけないと。フサルって人の持ち物を探してます。オーリン、元気そうでよかった。それにしても鍵をどうやって返すつもりなんだろう。そのまま返していいのに。鍵は見つかったのかね。オーリン、いつの間に大臣の背中に鍵を。いらっしゃい。何にするの。お目が高い。毎度あり。お目が毎度あり。オメガと毎度あり。また来いよ。まもなくプリン船に乗しまった。